はい、こんにちは。今日は埼玉大学の、積分と、まあ、微分ですね、接線なんで、の問題を紹介いたします。まず、F カッコ X は4次関数で、3次、奇数上の項がないんで、まあ、左右対称になりそうな、なる4次関数です。で、まあ、それの3、0を通る接線。で、その接点の X 座標が負のものを、まあ、ある直線を AX プラス B として、で、その接点の X 座標を P として、まあ、この3から P まで。で、まあ、4次関数と1次関数を引き算したものを積分しろっていうのは、じゃあどういうことかっていうと、じゃまずこのグラフの階級考えるのに、まあ、じゃあ微分すると、F'X が 4X3 乗マイナス 18X と。で、まあ、これは、2X でくくれて、2x 2乗マイナス9なんで、極地時代はまあルートの数はあまり綺麗じゃないですけども、まあそれでも一応、これもイコール0もイコール0も実数回あるんで、これ2回1回で、要するに 3つ、f'x イコール0が3、相違30個を持つんで、まあいわゆる普通のおっぱい型の4次関数と。で、どこ通るかなって時に、これ x2 乗でくくれば x2 乗引く9なんでプラマイ3で x 軸と交わるんで、まあ、もちろん0は極第一なんで、まあこんなような、でここが3ですよと。じゃあここを通る接線、ここを通る接線です。一つはここに置ける接線ですね。ここを通る接線、3、0を通る接線ってのはここに置ける接線がまあ一つで、まあこれはまあ一応、接点の X 座標が負じゃないんで、まあこれじゃないですけども、まあ一個はこれですよっていうのは分かってると。で、もう一個も明らかに分かったんだよ、これ。これ、Y イコール0。と、あと一個はまあ、この辺からこんなような。こんなような。で、これがまあ今、AX プラス B になるはずですね。接点が負。で、3、0を通る、接線ということで、まあこれが AX プラス B で、で、F か、x からこれを引いたものの積分は要するに、で絶対数でってことはこの面積を求めろっていうのが最終的な求めるものと。じゃあ、それぞれ、こういった接点とか直線の式を出していくんで、まあ、まずごく普通に、TEF カッコ T における接線の式と。まあ、これはもう上等手段と。で、そうすると、y イコール、微分したのがこれだから、4t3 乗マイナス 18t x マイナス t プラス t4 乗マイナス 9t 次乗と。で、これ、4t3 乗マイナス 18tx で、マイナス4だから、マイナス 3t4 乗。でプラス 18t 乗だから、プラス 9t 乗と。で、これが、3、0を通ると。なんで、3を代入して、で、イコール0で、t の方程式になるんで、次数の高い順に、じゃあ、マイナス 3t4 乗。で、3乗はこれ、3かけて、12t3 乗。で、2乗はこれだけ、プラス 9t 乗と。で、これが、1次は3かけ18。で、これどうも3で割れるんで、じゃあ掛け算はあえてしないで、マイナス 3×18t イコール0。そうするとまあこれがマイナス3で割っちゃえば綺麗になるんで、t4 乗マイナス 4t3 乗マイナス 3t 乗マイナス 18t イコール0。でまあ t でくくれて、t3 乗マイナス 4t 乗マイナス 3t。これマイナスだというかプラスだ。プラス。プラス18。で、ここで、これ因数分解すればいいんですけども、因数分解するのに、まあ、この絵から、これ、明らかですよね。で、しかも、この t は、重解を持っているはずなんで、ここに置いていく。なんで、t カッコ t マイナス3の2乗は、もう、この絵から分かってる。そうすると、あと残りは、2次式、1次式で、これ3次式で、
で四次式なん で t の4乗の係数1なんで最後の括弧の t の係数は1で一次式で、でここでサザンが9だからここに何かをかけてプラス18にならなきゃいけないんでプラス2と、で今因数分解できちゃう。でそうすればここがマイナス2と分かったと。で今ここでなんで求めたい ax プラスが出た、まあ t イコールマイナス2の時、 t イコールマイナス2の時だからここに入れると、32マイナス足す36だから 4、y イコール 4x でここに入れればいいんで、マイナス 3t 以上でくくっちゃって t 次乗マイナス3なんで、マイナス2を入れるとマイナス12プラス1なんでかけるマイナス12と、じゃあ ax の式が出ましたと。でそこで今知りたいのは、まあ最終的にはこの面積なんですけども、じゃあこのあれだ、交点が必要ですね。でじゃあそのためにはこの元の f 括弧 x とこれを連立させるので x4 乗マイナス 9x 乗マイナス 4x プラス12イコールだと。でまあこれを解けばこの交点も分かると。4次方程式と4次関数と接線の連立させたものでこれも同じく因数分解がパパッとできちゃうというのは、まずマイナス2における接線との連立方程式なんで x プラス2の2乗10回を持っていると。でもう一個の項でも分かってるんで x マイナス3と。じゃあそしたらやはり、4次式でもうここまでで30だから残り1次式で係数は1、じゃあ係数1だったらあとはもうここ定数だけ考えれば2人が 4× マイナス3、じゃあマイナス12だからマイナス1をかければプラス12になる、じゃあイコール0ということでここの交点も分かる、マイナス1と。じゃあそしたらあとは、積分の計算をするだけなんですけども、じゃああとは今この部分っていうのは一次関数、一次式が上で四次関数が下なんで、これはこの式って四次関数引く一次関数の式になってるんで、この区間 3-1 の区間においてはこれそのまま積分しちゃうと値が負になっちゃう、絶対しとるってことは、で一応もう P は今マイナス2で分かったと。でじゃあインテグラルの3、あこれマイナスじゃないですか、1です、1 3-1区間においては4次関数のが下なんでこれをそのまま積分すると負になっちゃうからこれマイナスつけばいいと。そして x プラス2の2乗x-3x-1dx とがこの部分で、それとあとプラス 1-2 で、それはこっちはそのまま4次関数が上なんでこのままで OK と。 x プラス2の2乗 x-3x-1dx と。じゃあ問題はこれあと計算どうやるかなんですけども、まあもちろん地道にやれば出ますが、ちょっとは工夫しないと大変かなと。でここでまあここが二次式になってるんで、x プラス2を、x プラス2を t とでも置くと、この式は t2 乗、括弧、t、プラス2にしちゃってるから、マイナス5すれば OK。t、マイナス3にすればこうなると。そしたらこれって t2 乗、括弧、t2 乗、マイナス 8t、プラス15なんで、t3 乗、あ、4乗、t4 乗、マイナス 8t3 乗プラス 15t1 乗と。で、で、その前に、これを積分したのを large fx とでもすると、これで結局、マイナスがくっついてるんで、マイナス f カッコ3引く f カッコ1。この区間は。で、次に、こっちは、f カッコ1、
引く F 角マイナス2と。なんで結局これはラージ、F 括弧1は2つで引く F 括弧3で引く F 括弧マイナス2で、今こうしちゃっとけばこのケース、ここはマイナス2を X にマイナス2代入したらこれ0になるんで、この部分は計算しなくて済むと。これとこれの2倍だけ出せばいいということで、じゃあこれX の式に戻しながら積分してやると、5分の X プラス2の5乗。で、マイナス4が下に来て、だからマイナス2カッコ X プラス2の4乗。で、プラス3が来るから5カッコ X プラス2の3乗と。で、これの、1を入れ、X に1入れたものが2つと、引くことの X に3を入れたもの。で、マイナス4入れたやつは0になるようにしてあるんで、これはしなくて済む分だけ計算を楽にしてあります。じゃあ、まず、F 括弧1から言う。2倍の1を代入するだけ。5分の3の5乗。引く。2×3 の5乗足す 5×3 の3乗で、それから今これで引くことの3を入れるんで5の5乗5分の5の5乗だから5の4乗で、これも引く 2×5 の4乗足す、これが5×5 の3乗だから5の4乗。これ嬉しいことに、これちょうど0ですね、0。ということはもうこれ計算すればいいだけと。じゃあそうすると、あとはもう計算、ただの分数の計算なんで、5分の3の5乗引く 10×3 の5乗足す 25×3 の3乗と。2残って5分の3の3乗で含ってやると9引く4乗押すと30で、これは全部だから25押すと、これが2×5 分の3の3乗かけ9引く5なんで4。そうするとこれが5分のこれ2の3乗だから結局6の3乗216ということになりますと。まあ最後ちょっと計算がめんどくさかったですけど、まあなるべく工夫してやれば少しは楽になりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。